僕も代表をやってるんで住所出るんですよ。だけどこの住所をバラしたくないので、うん、僕が持ってる別のマンションに住民票を移してここに住んでるっていうことになって、でそこの、住所を公開してるんですよ、うん、だこれがいいのかどうか分かんないですけど、でも自分の身を守るためにはもう自己、もうこんなの怒られようが何しようが知ったこっちゃねえやと思って、はい、うんうん、この法律作ってるとかこんなシステム作ってるやつが俺は悪いと思ってるんで、うん、もし裁くんだったら裁いてくださいと思ってます。そこまでおっしゃらなくてもね、身を守ってくれないわけですから。確かに、うん、仕組み上ね、うん、そんなことお前分かってんのかって田村亮に怒鳴ったことありますけどね。なんかすごいあの、ね、文句言ってくるから亮さんが、うん、でも今のお話だとご自身が持ってるね物件に、うん、まあ、あの住民票があって、はい、でそこも、まあ、使うこともあるということであるならば、まあ、間違いではないっていう、ね、はい、間違いはないです。やってらっしゃることは、はい、うん、問題ないのでそこまで挑発的にならなくてもね。でもそのぐらい